歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2022年7月自身の SNS を更新、ファッションブランドルイ・ヴィトンの一家と長い付き合いがあることを明かした。この日、團十郎さんは東京ミッドタウンで行われたルイ・ヴィトンの歴史をめぐるエキシビジョン CLV のオープニングレセプションイベントを訪れたことを報告し、ありがとうございましたと感謝のコメント。ちょっと疲れてましたが LV さんの歴史と今を拝見し元気出ましたと綴った。続けて LV さんと我が家はかなり長いお付き合いさせていただいてましてと明かし、いつも感動してますとコメント。フランス公演の時にルイ・ヴィトン家の方々と仲良くさせていただきました。とても素敵なご一家でしたとルイ・ヴィトン一家との交流を振り返った。最後にオペラ座での公演も現会長のアルノーさんにお世話になり、その都度良くしていただいてますと述べ、また今日で LV 好きになりましたと綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、歴史を感じます。素敵なご縁ですね。スケールが違います。などのコメントが寄せられている。